グリーゼ777は太陽系から52光年の距離にある白鳥座の六等星で太陽に似た光星と暗い赤色外星の連星である。2009年までに光星 A を周回する2つの太陽系外惑星が発見されている。別名としては HD19360 が用いられる。グリーゼ777はスペクトル型 G 型の準拠星と スペクトル型 M 型の赤色 Y 星から構成される。両天体は、天球上で168秒角ほど離れているが、共通した固有運動を持つため重力的に束縛された連星と考えられている。軌道半径は最低でも 1266AU で、一巡りに4万人以上を要する。構成 A は太陽に似た星で、太陽とほぼ同じ質量を持つが、 金属量が多く年齢は古い。表面温度の割に半径と高度が大きいため、高度階級では準拠性や準拠性と主系列性の中間に分類されることが多い。引っ張るコス衛星の観測では、グリーゼ 777A に変更は見つかっていおらず、ほぼ一定の高度で輝いていると考えられている。構成 B はスペクトルがタイムの赤色矮星で、可視光での明るさが、 太陽の2000分の1以下しかない。距離が離れているため恒星 A の惑星系に与える影響は小さい。2003年にグリーゼ 777A の周囲を公転する太陽系外惑星が発見された。この惑星はグリーゼ777アブ、あるいは単にグリーゼ777ビットと呼ばれ、太陽系の木星によく似た深淵に近い軌道を持つとされた。 しかしその後の研究で惑星の軌道は当初の推定より潰れた楕円になっており実際にはあまり木星に似ていないことが明らかになった2009年に公表された軌道要素では軌道離心率は0.313と計算されている2005年には海洋星クラスの質量を持つ別の惑星の発見が報告されたこの惑星は B の内側を公転しており 軌道半径が 0.13au と小さい。この軌道を太陽系に当てはめると、彗星のさらに内側に相当する。2004年に行われたシミュレーションでは、グリーゼン77 777A のハビタブルゾーンに軌道を持つ仮想的な地球型惑星は、大円軌道の巨大惑星 B の存在にもかかわらず、安定な軌道を保てることが示された。ただし、この研究は、 惑星 C の発見前に行われたため、その影響は考慮されていない。ありがとうございます。